また戻れると、あの日はきっと思えていなかったと思うので、泣きたいくらい嬉しかったのだろうな。現在から過去まで、泣きたい時は必ず唇を抑える。しかし今度は嬉しさのあまり泣きました。紫輝くん、戻ってきたね。その瞬間、何が起こったかを思い出しますかあの夜、ファンの歓声が静かに鳴り響いていたと思いませんかあの表情、あのサングラスの奥に隠された感情を思い出しますか 翔くんがどんな気持ちなのか、わからないけど、何か込み上げるものがあったかな、と思っちゃいます。紫テルくんを帰りなさい。辛く悲しい道のりだったね。あなたの努力と信念とファンへの愛と感謝で紫テルくんのおるべき場所に戻ってきた、たくさんの人があなたを愛してる。これからも私たちに夢を見させてください。そう、平野潮くんが舞台に戻ってきた瞬間、心はざわつきました。 いつもと同じように微笑む彼の口元には違う何かが漂っていたのです。ファンはそれを見逃しませんでした。紫輝くんが涙を耐えていること、それをサングラスで隠そうとしていることが彼らにはわかりました。大変な時ってこれから大きく変わっていくってどっかで見たよ。人生に起こることは必要な出来事が次々に訪れるんだって。悲しい気持ちや悔しい気持ちを味わったことは人生に必要なことの一部だね。 でも、なぜ涙を絶える必要があったのでしょうか何が彼を感動させ、胸を熱くさせたのでしょうかそして、なぜ戻ってきたことがそんなに感動的だったのでしょうかその答えは、彼の過去と現在が交差するところにありました。長く険しい道、乗りを歩んできた彼にとって、この瞬間はまさに帰還への勝利の瞬間だったのです。悲しみや苦しみの日々を乗り越え、今日の紫輝くんがそこに立っていること、 それは本当に素晴らしいことです。ファンの心もまた、紫輝くんと共に動揺しました。彼の涙を見ることで、彼らは彼の純粋な心、彼の真の感情を感じ取ることができました。彼のサングラスの下に隠された感情は、彼らにとっても感動の対象でした。そして、岸士くんや神ングージくんの姿もまた、ファンを感動させました。彼らの笑顔や表情からも、彼らのうちにある感情が伝わってきました。 彼らもまた、紫輝くんと共に歩んできた仲間であり、彼の帰還を心から喜んでいたのです。しかし、これは終わりではありません。紫輝くんの帰還は新たな始まりでもあります。彼は今、より輝きを増し、より強く立ち上がっています。ファンは彼をこれからも応援し、彼が夢を追い続ける姿を見守り続けるでしょう。そんな中、私たちも考えさせられます。彼の涙、彼の笑顔、 彼の期間には何が込められているのでしょうかそして、これからの紫輝くんの姿はどのように変わっていくのでしょうか紫輝くんの期間は、ただのイベントではありません。それは彼の人生の中での重要な節目であり、私たち全員にとっても大きな意味を持つものです。彼の涙が、彼の笑顔が、私たちに教えてくれることはまだまだたくさんあります。紫輝くん、お帰り。そして、 これからも素晴らしい未来を一緒に築いていきましょう。